ゼゴルフ界の新ヒロインの快挙は、スルー、されたのか。米女子ゴルフ今季メジャー第4戦、エビアン選手権、最終日、14日、フランスエビアンリゾート GC イコールパー71、古江彩佳、24イコール富士通が、通算19アンダーでメジャー初制覇を果たした。写真、渋野雛子ミニスカ、古江彩佳は真っ白スーツで華麗な、共演。 古江は1打差の2位でスタートして一時はトップから離されるも、勝負どころの終盤5ホールで大爆発。バーディー3連発から、最終18番では驚異のイーグルでついに逆転。歴史的な猛チャージで大舞台を制した。日本勢のメジャー制覇は、今年の全米女子オープンを制した笹生優花に続いて4人目の快挙。エビアン選手権がメジャーとなってからは日本人初制覇で、 しかも大会史に残るほどの劇的な展開など話題性は10分のはずだったが、偉業から一夜明けた15日のニュース番組や情報番組では、ほとんど大きく報じられることはなく、スルー状態。ボーアイドショーに至っては、米大リーグドジャースの大谷翔平投手、30、が本塁打ではなく安打を放っただけの試合に数十分を先、き、震えの話題はわずか数秒触れるだけという扱いもあった。 ゴルフ界最高峰の劇的部位よりも、連日試合のある大谷の安打の方がニュース価値があるということなのか。民放キー局関係者はこう、本音を漏らす。大谷選手は、特にテレビの視聴習慣がある中高年の総合を中心に人気が抜群。やはり時間を割いて扱わざるを得ない、と指摘。その一方で、ゴルフは渋野、日菜子、選手は話題性があるが、 他の選手はちょっと。中継やスポンサーが絡まないとあまり需要がないのが実情と明かした。